AI の遺伝子は山田キュウリによる日本の SF 漫画作品。週刊少年チャンピオンで2015年49号から2017年39号まで連載された。続編の AI の遺伝子レッドクイーンが別冊少年チャンピオンにて2017年11月号から2019年7月号まで連載。AI の遺伝子ブルーエイジが同誌にて2020年8月号から連載中。人間、ヒューマノイド、ロボットが当たり前のように存在する近未来を舞台にヒューマノイドを治療する人間の医者を主人公として人間とヒューマノイド双方の考え方の違いによって起きる問題を戦争、テロ、殺人事件、陰謀、暴力、憎悪ではなく愛、友情をベースに描くオムニバスストーリーである。大西暁仁は AI を愛と読ませ、愛や愛の意味を含ませることで人間的にし、逆に遺伝子ではなく遺伝子とすることで、機械としての意味を打ち出しているのではないかと推測している。また、大西は本作について、ヒューマノイドの AI がなぜ感情を持つのか、感情を持たねばならないのか、人間の感情とは何なのか、人間の感情も人間の成長過程において、プログラムされているのではないのか、人間の感情の基盤となる記憶そのものも、不正確な後天的プログラムなのではないかと、ヒューマノイドという空想的な題材を描きつつ、人間自体のありようを考えさせる作品であると評している。山田自身は、将来、人間と同等の人工知能が登場した時には、AI と人間とは対等のものとして扱われるべきではないのか、人間と同等の AI は、人間同様に間違いも起こすはずであり、AI の間違いを、どこまで許容できるのかといったような問題を考える際の参考になれば良いと語っている。コミックス一巻発売時の帯には、これぞ近未来版ブラックジャック、人工知能を治療する新医者と書かれていた。また、ブラックジャックのイニシャルである BJ を一文字シフトすると AI になることも指摘されている。第21回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞した。ヒューマノイドを治療する専門医の須藤光は人間である。主導の病院を様々な悩みを抱えたヒューマノイドが治療に訪れる。あるヒューマノイドの落語家は、蕎麦をうまそうに食べているように見せられないのは人間とは感覚が違うからだと悩むが、人間の師匠は蕎麦アレルギーで蕎麦を食べられないことを知ると、自身の芸の拙さに問題があったのだと気づく。ある女性ヒューマノイドは恋愛感情を捨てたいと願ったが、それは女性を好きになる自分を認めたくないから、相手女性に告白することで、現在の友人関係が維持できなくなることを心配するためだった。絵を描き続ける画家のヒューマノイド、小説を書くヒューマノイド、歌を声業とするヒューマノイドなど、自らの才能の限界に悩んだり、ヒューマノイドゆえに可能なボディの交換による歌声の微々たる変化といったヒューマノイド独自の悩みに苦しむ。基本的に1話完結だが徐々に明かされていく主導自身の事情が物語の縦糸として機能している。須藤はヒューマノイドの母親に育てられ、その母親が違法行為であるコピー人格の販売を行って収監されており、母親のコピーを探すことを目的としていた。前作からの続編だが、連続したストーリーとなっている。母親のコピー人格を追って、主導は記者の身分で内戦中のロビジアへ。人間至上主義の北、ロビジアがヒューマノイドの電脳を集めていることを知り、北、ロビジアへ潜入する。第一作の前日談。国立医療機構の大病院のヒューマノイド科に研修医として勤務していた頃の主導を描く。AI の遺伝子レッドクイーンに関するカテゴリー、AI の遺伝子ブルーエイジに関するカテゴリー。ありがとうございます。